ナンバーアンダーラインアイ、INZM, MV スタイリッシュな映像美と中毒性のある楽曲に隠された。史上最長の雷光が示すもの、自然現象が描く、インサイドズマの世界観への扉。16.73秒の雷光が秘めるメッセージ、数字が示す。ナンバーアンダーラインアイの最新 MV, INZM は、そのスタイリッシュな映像美と中毒性のある楽曲で、多くのファンを魅了している。 しかし、この MV には、一見すると気づかない、深い意味が隠されている。それは、MV 中に登場する、来光と、数字、2019年3月4日という一見無関係に見える要素に秘められたメッセージだ。一見、ただの映像効果のように思える来光と日付は、実はこの MV のテーマを深く理解するための重要な鍵となる。INZM というタイトルは、 一見するると意味不明に思えるかもしれないしかしこのタイトルには実は深い意味が込められている。それはインと ZM の組み合わせでありインはインサイドの略 ZM はズマの略だと考えられる。つまり INZM はインサイドズマを意味し MV を通してナンバーアンダーライン I の世界観つまりズマの世界観を覗き見ることができるという意味を持つ。 そして、このズマという単語は、ナンバーアンダーライン愛のファンなら誰もが知っている、彼らの楽曲や MV の中に頻繁に登場する重要なキーワードだ。しかし、このズマが具体的に何を意味するのか、今まで明確に説明されたことはなかった。INZMMV は、このズマの謎を解き明かすための第一歩とも言える。MV の中に散りばめられた様々な要素は、すべて、 ズマというキーワードと深くつながっている。そして、そのつながりを紐解くことで、ズマという世界観がより鮮明に見えてくる。まず、注目すべきは、MV の中で何度も登場する、雷光だ。雷光は、自然界の力強いパワーを表す象徴的な存在である。同時に、雷光は、突然現れ、一瞬で消えるという、儚くも美しい瞬間でもある。そして、 この、雷光は、MV の中で、ズマの象徴的な存在として描かれている。なぜ、雷光が、ズマの象徴なのか。その理由は、MV の中で登場する、2019年3月4日という日付に隠されている。この日付は、単なる偶然の数字ではなく、ある重要な意味を持っている。n o イ,イの新曲、INZM には、 様々なシンボルや象徴的な要素が含まれており、その中でも特に注目を集めているのがタイトルにある INZM とそのミュージックビデオ MV で描かれる雷のシーンです。表面的には、この曲は一見シンプルなポップソングのように思えますが、細部に目を向けると非常に深い意味が込められていることに気づかされます。ナンンバーアンダーアダラインアイはこれまでもその音楽にメッセージ性を込めてきましたが、 INZM はその中でも特に象徴的な作品であり、リスナーにさまざまな解釈を促しています。まず、INZM というタイトルそのものが強烈なイメージを持っています。ポルトガル語で、雷を意味するこの言葉は、突然の衝撃や変化を象徴するものとして、多くの文化や神話において重要な役割を果たしてきました。雷は天からのメッセージ、あるいは神の怒りや祝福を表すとされることが多く、 その激しいエネルギーは私たちに強い印象を与えます。ナンバーアンダーライン愛がこの言葉をタイトルに選んだ背景には、何らかの強い意図があることは間違いありません。そして、その意図は MV の中でさらに明確にされています。MV の中で描かれる雷のシーンは、単なる視覚的なインパクトを超えて、物語の革新に迫る重要なシンボルとして機能しています。特に、 2019年3月4日にアルゼンチンで観測された史上最長の雷光が取り上げられている点は非常に興味深いものです。この雷光は通常の雷とは異なり16.73秒もの間空を照らし続けました。これは普通の雷が一瞬で消えるのに対して驚くべき長さでありまるで時間が止まったかのような感覚を覚えさせます。 この歴史的な自然現象をナンバー・アンダーライン・アイが作品に取り入れたことには、単なる偶然以上の意味があるでしょう。雷が長く光り続けるという事象は、まるで何か大きな変化や覚醒が徐々に、しかし確実に訪れていることを暗示しているかのようです。ナンバー・アンダーライン・アイの MV では、この雷が一つの転換点として描かれています。登場人物たちが雷光に照らされ、その後の展開が一変する様子は、 まさにこの自然現象の力強さを象徴しています。また、MV 全体を通して流れる緊張感や不安感は、雷という自然現象の持つ不確実性や予測不可能性を巧みに表現しています。雷はいつどこで発生するかを予測するのが難しく、その瞬間には激しい音と光が周囲を包み込みます。これにより、ナンバーアンダーライン愛の楽曲における雷は、予測不能な人生の瞬間や、 大きな変化を前にした人々の心の揺れ動きを象徴していると言えるでしょう。MV の中で、雷が登場する場面は特に象徴的であり、視聴者に強烈な印象を与えます。まるでこの瞬間が、物語のクライマックスであり、すべてがこの雷に向かって集約されていたかのような感覚を覚えます。さらに、ナンバーアンダーライン・アイのファンの間では、 この雷光が楽曲のタイトルに直接的に関連しているだけでなく、アルバム全体のテーマともつながっているという考察が広がっています。特に、この雷光が、時間と、変化というテーマに密接に関わっているという説は非常に興味深いものです。雷が長く光り続けるという現象は、通常の時間の流れとは異なる次元での出来事を示唆しているのかもしれません。これは、時間ががみ、 あるいは止まったように感じられる瞬間を経験したことがある人々にとって非常に共感できるテーマです。ナンバーアンダーライン愛がこのテーマを選んだ背景には現代社会における時間の感覚や変化のスピードに対する人々の意識が反映されている可能性があります。私たちは日々変化の波にさらされそれに対応するために必死に時間を管理しようとします。しかし時にその変化があまりにも急激であり 私たちの認識がが追いいつかないことがありま,すまさにそのような瞬間をこの来光が象徴しているのではないでしょうか。さらに深く考察すると、この来光の持続時間が16.73秒であることにも意味があるのではないかという議論がファンの間で盛り上がっています。この具体的な数字が何か特別なメッセージや暗示を含んでいるのではないかという推測がなされています。例えば、 この数字が特定の出来事や日時を示唆している可能性や、ナンバー・アンダーライン愛が伝えようとしている重要なメッセージが隠されているのではないかといった考えです。このように、INZM は単なる音楽作品を超えて、多層的な解釈が可能な作品となっています。それは、ナンバー・アンダーライン愛が意図的に仕掛けた謎解きのようなものであり、リスナーに対して考察し、解釈する楽しみを提供しているのです。 ナンバーアンダーラインアイの楽曲がこれほどまでに深い意味を持ち、ファンとのインタラクティブな関係を築いていることは、現代の音楽シーンにおいても非常に得意な存在であると言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイが音楽を通じて伝えようとしているメッセージは、決して一方向的なものではなく、リスナーとの対話を通じて完成するものです。ナンバーアンダーラインアイの INZMMV は、私たちに力強く生きること。 そしして儚い美しさをを大切にすることを教えてくれるそれは人生の旅路を歩む上で重要なメッセージだと言える。INZMMV は私たちに自分自身のズマを探し出す旅に出るように促しているのかもしれない。そしてその旅の道中に私たちは自分自身と向き合いそして力強さと儚さを兼ね備えた美しい世界観を見出すことができるだろう。 ズマという世界観は私たちそれぞれの人生の中に存在する。それは私たちが経験してきた喜び、悲しみ、そして愛というさまざまな感情の集合体である。そしてその世界観は私たちの人生を豊かにし、そして私たち自身を成長させてくれる。INZMMV は私たちに自分自身の人生という旅路を楽しむことを教えてくれる。 そして、その旅の道中に、私たちは、自分自身の、ズマという世界観を見いだすことができるだろう。それは、私たちの人生を彩る、美しく、そして力強い、唯一無二の世界観である。MV の最後に流れる、静寂の中の美しさは、私たちに、自分自身の人生という旅路を、力強く、そして美しく、そして儚く歩んでいこうというメッセージを伝えている。 ズマという世界観は私たちそれぞれの人生の中に存在しそして私たち自身の心の奥底に静かに輝いているこの MV を見た後あなた自身の「ズマ」という世界観はどのように変わっただろうかナンバーアンダーライン愛が INZM で表現しようとしたものは単なる視覚的なインパクトや音楽的なクオリティにとどまらずリスナーに対して深く考えさせるメッセージ性を持っています それは、私たちが日々直面する変化や時間の流れ、そしてその中での事故の位置を問い直すきっかけとなるものです。これからもナンバーアンダーライン愛はその音楽を通じて、私たちに新たな視点や気づきを与えてくれることでしょう。そして、私たちもまた、そのメッセージに耳を傾け、考察し、解釈することで、より深い音楽体験を得ることができるのです。ナンバーアンダーライン愛の INZM が私たちに問いかけるものは何か。それは変化と時間の狭間で揺れ動く私たち自身の姿なのかもしれません。あなたはこの来航にどんなメッセージを感じますかそしてこの16.73秒の中にどんな未来や過去を見いだしますか